この番組はこの町のホームドクター大阪信用金庫、命をつなぐサラヤ、あなたの笑顔を作る RH 重建、お口のトータルケアラピスの提供でお送りいたします。今回の天王寺動物園のずっとテレビは、動物たちの目についてのお話や、フンボルトペンギンのおやつタイム、そしてチンパンジーたちの収容の様子をご紹介します。動物たちの体の特徴に注目する動物クローズアップ、今回は動物の目についてをお送りします。お話をしてくれるのは飼育展示家の西村さんです。私たちがよく黒目とか白目とか言いますけど、黒目の中のさらに真ん中の黒いところ、よく黒目というところなんですけど、ここのことを専門用語で瞳孔と言います。この瞳孔っていうのは物を見る場所になります。で、その周りの茶色目って呼んでるところは、実は虹彩という名前がついています。この虹彩っていうのはお目目に入ってくる光の量を調節する役目を持っています。で、私たちが白目って呼んでいるところは強膜という、名前がついているんですね。天王寺動物園に羊がいるんですけど、まあ羊たち、普段はね、普段からももちろん可愛い顔してるんですけど、夕方とか夜暗い時に見るとなんかさらに憎めない顔してるんですね。実はこの瞳孔の大きさが変わってるんですね。明るいところに出るともう光がガンガン目の中に入ってくるとすごく眩しいです。ですから瞳孔をちっちゃくして、でお目目に入ってくる光の量を少なくするんですね。で、反対に夜になると光が少なくなって物が見にくくなりますから、瞳孔が大きくなることで光をたくさん感じて、物をよく見れるようにするんですね。猫ちゃんとか羊とか、昼と夜とで目の表情が変わるのはこれのせいですし、実は私たちの目もこうなってるんですね。このニャンコの目ですね。この瞳孔が縦長の動物です。まあこういう目を持った動物は何が多いかと言いますと、小型の肉食動物、まあ、猫ちゃんとかキツネ、それからまあヘビとかトカゲの一部。共通点はね、すごく顔が地面に近い背の低い動物で、しかも肉食性で、しかも獲物を追っかけるタイプじゃなくて待ち伏せをする動物に実は限られています。この目を持つメリットは何かと言いますと、まあ諸説あるんですけど、例えばこうやって地面にいて待ち伏せをしながらも上から下までを顔を動かさずに見れるとか、あとは草陰に隠れて草の間から獲物を待ち伏せるとか、まあそういったことに有利だと言われています。砂ボアっていうヘビがいてます。で、砂ボアっていうのはね、砂漠の砂に隠れて目ん玉だけ出してこうやって獲物を待ち伏せてるヘビなんですけど、砂から出てくると真上に目がついてるんですね。ね。ほんでこんな顔してるんですけど、砂に潜ってこの目だけ出して獲物を待ち伏せるっていうヘビが動物園にもいてます。横長の目を持った動物ね。これ黒目の部分ですね。不思議な目に見えますけど、この目を持つ動物は大型の草食動物、
ヤギ、羊もそうですし、実はこの交際の部分が真っ黒毛で分かりにくいんですけど、馬とかキリンなんかも実はこの目をしています。で、この目を持った動物の特徴は、顔の横に目がついている動物で、他の動物に襲われることを恐れている動物になります。瞳孔がこうやって横に広がることで、前から後ろまでを一度に見れる、視野が広い。ですから両目で獲物を狙う動物ではなく、ちょっとでも広い方向を見て、どっかから敵来てへんやろか、肉食動物来てへんやろかって、広い視野で周りを警戒している動物に多い目になります。目っていうのは、私たち飼育係にとっても動物を観察する上で、やっぱり目を観察するっていうのはすごく大事になります。で、以前私なんかはゾウの飼育係をしてたことがあるんですけど、天王寺動物園にラニーヒロコっていうゾウがいたんですけど、ちょっと精神的に不安定なところがあって、気分がコロ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 変わるところがあったんですね。ほんで、私たち近くでその目を見て、その気分が急に変わって何度もヒヤッとしたことがあるんですけど、まあそれぐらい全ての動物にも言えると思うんですけど、私たち飼育係にとってもすごく目の観察っていうのは大事です。カメレオンなんかはもう周りに溶け込んで、人間みんな私のこと見えてへんって思ってるんですね。でも、あんまりこう人間がじっとカメレオンに目線を合わせ続けると、私隠れ続けてんねんけど、あいつこっちずっと見とるな、私見つかってんちゃうんって、やっぱりカメレオンもじっと見られてるっていうのがすっごく怖がるんですね。あとはね、一部の猿の仲間なんかのように、目をずっと見ること自体が場合によっては挑発行為になってしまうこともあると思います。もちろん目の観察も大事なんですけど、あまりこうむやみやたらに目を見続けると、その相手にとって喧嘩売ってる、挑発されてるって、取られてしまうこともあるので、目の観察もね、ただじーっと見るだけじゃなくてね、相手の都合によって見方を変えることもやっぱり大事になってくるんですね。はい、ということで今回は、動物のいろんなパーツの中でもお目々についてお話をさせてもらいました。動物ってね、もちろん全体とか動きを見るのも一つなんですけど、一つ一つの体のパーツを私たち人と比べてみても、その生き方とか用途によって、さまざまな違いがあることが、よく分かりました。体のパーツを私たち人と、比べてみると新しい発見があるかもしれませんので、またそういった楽しみ方をしていただけたら面白いかと思います。最新のアプリが便利って本当？大新アプリなら各種お手続きが24時間利用可能、手数料も無料です。今すぐダウンロードしよう。大阪信用金庫。多種多様な植物と生き物たちが暮らす熱帯雨林の島ボルネオ。しかし、その貴重な熱帯雨林は今、世界的な食料需要に応えるため、無秩序な開発によって油ヤシプランテーションへと変わっています。約20年前、その事実を知ったサラヤは、多くの人々と共に傷ついた動物の救出活動と熱帯雨林の回復に取り組んでいます。命をつなぐサラヤ。大阪府内で家を買うなら、注文住宅を建てるなら、不動産の RH 住建ワンデイリフォームはサプライズにもってこいです。快適な夢の住まいは、丁寧さと速さを兼ね備えた RH 住建で。動物たちのおやつタイムや食事タイムの様子をお送りするこちらのコーナー。今回は令和6年5月で新施設オープンから1周年を迎えたフンボルトペンギンたちのおやつタイムの様子をお送りします。まずおやつの準備の様子を見せてもらいました。これからですね、ペンギンの1日の餌を分けたいと思います。でペンギンはですね、ここにあるこの魚の
アジを食べてます。でここの動物園ではこのアジを冷凍の状態で入荷してそれを前日から、解凍して、与えてます。ペンギンは口があんまり大きくないのでなるべくちっちゃめのものをこの中から選んでます。やっぱり大きさでこれぐらいでも食べることは食べるんですけどもやっぱりちょっとちっちゃめで幅が狭い方がペンギンが食べやすいのでなるべく食べやすいものをペンギンにあげてでここの施設ではアシカも飼育管理しているのでこういった大きいのはなるべくアシカにあげるようにしてます。こうやってですね結構身がぐちゃっと潰れてしまっているものがあるとペンギンはこう頭付きで頭付きの魚を好んで食べているのでこういうふうに頭が取れてると何か違和感を感じるみたいで食べることがないのでこういったものも外しちゃいます。準備も整いフンボルトペンギンたちのおやつタイムが始まりました。私たちが入ってくるとペンギンが陸上に上がってきてくれる個体がいるのでその子たちにまず餌をあげながら、まあ、ペンギン自体について、生息地だとか、どういうふうに泳いでいるのかそういうものを解説しながら、給餌を行っています。ただペンギンによっては近づいてこない子もいるのでそういった個体には、プールに、投げ込んだりしているので、まあ、お話をしながらやっぱり、餌をあげて健康管理もしっかり兼ねてやっているって感じですね。はい、ペンギンのおやつタイムはですね平日の火曜と木曜日の11時からとなっております。天王寺動物園のペンギンパークは、新しい施設でして陸上からペンギン近くで見れるっていうのも大きな魅力なんですがさらに水中ビューから、ペンギンを見ることができます。でおやつタイムをやっているときは水中ビューの方にも、アジおやつのアジを投げるようにしているのでそうするとですね皆様の目の前に向かってペンギンがすごいスピードで泳いできたりさらにはですねアクリルの上に立ってくれることもあります。そうするとですね普段は見ることのできない角度からペンギンを見ることができますのでおやつタイムは非常にペンギンが動きますのでぜひそういったいろんなところを観察していただけたらと思います。環境を考えた歯ブラシエコデント、それはお米由来の歯ブラシです。高密度植毛の六角断面スパイラル毛と薄型ヘッドで奥歯の歯垢もスムーズに除去。お米由来の歯ブラシエコデント。天王寺動物園公認のフリーペーパートゥゲザー、毎回動物園の面白情報を満載しています。詳しくは天王寺動物園トゥゲザーで検索。ボストン、お口に幸せが待っている。昭和町ボストン。今回はおはよう動物園の特別編として動物たちが寝室に帰る様子をご覧いただきます。特別編ではチンパンジーたちが寝室に帰る貴重な姿を撮影することができました。案内していただいたのはチンパンジー担当の下村さんです。今からお家に帰ってもらうんですけどまず向こうのグラウンドにいているレックスとナナコ、オスとメスを収容していきます。でその後にリッキーたち、手前にいている子たちを順次収容していきます。6部屋寝室があります。ここにレモンが帰ってきてプテリが帰ってきてミナミが帰ってきてリッキーが帰ってきてでレックス、オス帰ってきて7個の部屋になります。よし帰ろっかな。はいはい帰るで。
あの子も帰ろうな、ちゃんと。ちょっと待ってな、レックス。はい。ナナコちょっと待っとって。おかえりレックス。でレックスちょっとお腹張ってたりするので、成長剤入りのドリンクを与えます。おかえり。誰やろな。レックスあんまり気にするタイプじゃないです。あんまり部屋では好きじゃない葉物野菜を外でおやつに何回かに分けて与えて、帰ってきたらこの果物とかを与えてます。よし、リッキー、みんな見返るで。お、怖い怖い怖い、もうまあいつもと違う行動はしてますね。はい、オッケーオッケー、リッキー食べるで。はい、おかえり。いいやろ、お客さんおっても、まあ、一旦ちょっとこうやって発散してから普通の行動になってくるんですけど、まあお客さんおるときはこういったことがたまにあります。今までずっとなかなか人入れないってことで、大人数で人入ったときってろくでもない日になるんですよね。あの健康診断のときとか、仲間が運ばれるとか、なんかまあ病気の個体がおったら獣医と一緒に何人かが来てとか、あまりいいイメージがない日になっちゃうので、だからもう複数に普通にどんな時でも入ってくるんだよって世界にした方が、これどの動物でも言えると思うんですけれども、日頃からそういうで、おる時にこうやってご飯もらったりとか、いい時、悪い時じゃなくていい時に何人かおったりとか、で他の職員来た時には枝あげてもらったりとか、落花生あげてもらったりして、あのゲストが来た嬉しいことに切り替えていった方がこの子たちにはいいかなっていうので、今そういう飼い方に切り替えてます。で毛布使う子にはこうやって毛布あげてます。なんか賢いな。はい、停止停止。お尻からいく？もうちょっとよ。よし、 OK。 で停止で。なんか賢いな。なあ、やっぱ引っ越ししてきた2週間ぐらいはやっぱり不安だったのか、南はご飯完食しなかったですね。 OK、 当てて、そうそうそう。でこの膨らみ具合で発情見たりとか、生理きたなとかチェックしてます。すごいでしょ、生さつまいもすごい食べ方するんですよ。でプテリはまずこれを渡したら、あの台の上にバッサーって投げてきます。あの乗せてきます、ちゃんとバッサーっておいで。トマト好きです、プテリ。ほらなあ、トマト美味しいな。飲んどこ、とりあえず飲んどこ。美味しいね。はい、賢いな。はい、肩。はい、オッケー、お腹勝手にする。はい、オッケー。まあ、ナナコはいずれレックスとの子供を作ってもらうために、あの向こうに引っ越してからまた繁殖を進めたいと思ってるんですけれども、そういった時にお腹のチェックとか、あと乳首とか、まあ初乳取れたらとかのことを考えたら、日頃から触る練習をしとかないとダメなので、毎日やってます。そうですね、やっぱりご飯食べるシーンでもそれぞれ個性が出てて、まあ外では見られない行動とかもご覧いただけたと思うので、まあ、なかなか部屋の姿って今まで天王寺ってあんまり公開してなかったんですけども、ちょっとこのカリチンパンジー社でいろんな練習して、まあ、いろんな人が入ってきても平気だよっていう環境にして、で、まあ、このように撮影していただけて、まあ、僕らもいい勉強になりました。案外いけるなって感じで、はい、リッキーが新人さんにやる行動だけでしたね。あれはだからあの一般の方とか私服の方だからとかじゃなくて、新参者に対しての行動っていう感じは一個してたけど、でもレックスとかナナコとかプテリとか、まあ、レモンはちょっとかまってって感じだったけれども、まあね、南も普通やったし、むしろ挨拶してたぐらいやから、はい、本当に
あんまり反応しなくてよかったなと思います。検索。大阪府内で家を買うなら、注文住宅を建てるなら、不動産の RH 住建ワンデーリフォームはサプライズにもってこいです。快適な夢の住まいは丁寧さと速さを兼ね備えた RH 住建で。天王寺動物園からのお知らせです。天王寺動物園のファンクラブ会員を募集中です。個人会員にはプレミアムパスポートや会員限定イベント、限定動画が配信されるファンクラブプレミアムをはじめ、特典の違う4つの種類があります。法人会員の特典には、園内やホームページに企業法人名やロゴを掲出、特別ご招待券などがあります。天王寺動物園では寄付を受け付けています。寄付の使い道は、動物福祉、種の保存に関する調査研究、新しい施設などの施設整備、教育活動、その他運営全般からお選びいただけます。寄付いただいた場合、個人・府市民税や所得税など税制上の優遇措置を受けることができます。また個人を対象に寄付金額に応じた特典もあります。詳しくはホームページをご確認ください。この番組はこの町のホームドクター大阪信用金庫、命をつなぐサラヤ、あなたの笑顔を作る RH 住建、お口のトータルケアラピスの提供でお送りいたしました。